誌の編集者のそれぞれの仕事についての魅力をお伺いできますか。まあ、書籍がすごく長くて雑誌はほんのちょっとしかやったことないんで、まあ、偉そうなことは言えないんですが、まあ、まず雑誌は基本的にその広告収入っていうのがあるので、雑誌の売上プラス広告収入っていうのに成り立っているっていう性質から、別にその雑誌の売上を立てること自体が一番の目的ではなかったりするんですよ。なので、まあ、僕の思ってる雑誌のやっぱ仕事の魅力としては、すごいその新しいもの、自分たちが好きだと思うものっていうのをめちゃくちゃこう感度を高めていって集め買いするって面白さと、書籍は逆に、スポンサーがいない媒体なので、本そのもので売り上げを立てなきゃいけない。その一方でやっぱり関わる人数が非常に少ない、基本的には大体 3,4 人とかっていう少ない人数で成り立つべきだということは、あまり世の中的にどうかということを気にせず、自分たちがこれなら売れるだろうっていうものをすごく少ないチームで企んで世に送り出して、それで場合によってはすごくベストセラーになって社会人の大きな役立ったりとかできるっていう可能性が秘めていると思います。雑誌の方がよりそのフットワーク軽く、ちょっと面白いもの、ちょっといいもの、今出てきた新しいものっていうのも取り入れやすいですし、書籍っていうのは今出たばっかりのものとか、これは新しく受け入れられる価値観だったりとか、そういうライフスタイルだったりとかっていうものを届けやすかったりとか、長く残っていくものを作っていけるっていう魅力があるかなと思います。